こんにちは、花根さん。まあゴールね、目標を見失うっていうのはまあないわけではないんですけどもね。まあなんて言いますかね、コンテンツ販売をしていて自分の生徒がいる状態でそれはまあちょっと無責任というかね、コンサル生さんがちょっと悲惨だなと思いますよね。自分の指導を受けてる人が目標設定とかゴールに悩んでいたりとかっていうのはまあ多分見たくないんじゃないかなと思いますんで、ちょっとこう危なくしいこと言ってるなと思ってヒヤヒヤしながら見ていたもんですけどね。やっぱりその目標っていうのはね、日々修正していいんですよ。チャンネル登録1万人って言ってたけども、ちょっと5000人かなとかね、2万人かなっていうふうに、そもそも一歩歩けば風景っていうのは変わりますから、それによって最新の目標設定とか思考に変わっていくのは当たり前なんですよね。情報がどん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 見えていく、もしくはあれ以前思っていた情報と違うなっていうふうにする、そのたんびにいろんなことを修正していけばいいんじゃないかなと思うんですよ。その修正する過程が、まあ、ビジネスの、まあ、いわゆる軌道修正だったりね、で変更するからといって、変更するのが前提だからといって計画を立てないわけにはいかないです、まあ、要するに人に指導するってことは何かの目標設定を必ず要求するんですよね。目標もいらないし、いつまでにそれが達成すればいいかっていう期限もいらないっていうものは、これはビジネスでも何でもないわけですよね。それも一人でやってるんならいいんですよ。一人でやってるんならいいけども、仮にも指導する人がいるとね、自分の背中を追いかけてくれてる人がいるっていう環境だとちょっと気の毒だなと思いますね、それはね。だから、まあ、私もまあね、恥ずかしながらこうやってビジネスをやっていて、隠居とは言いながらね、結局自分の塾生の誰よりも売り上げを上げてるわけですよ。でしかもその売り上げを上げる方法も知っている、だから指導ができるし、新しい方がどんどん入ってきたりとか、古い方でもね、何年という付き合いができていると、まあ、常にね、新しいこと、例えばインスタグラムが出てきてない時は私はインスタグラム抜きのマーケティングしてましたけども、インスタグラムが今あるわけですよ。っていうことはインスタグラムも込みでの私の速稼塾の運営ということになりますしね。でクラブハウスってものがこの前出てきましたけども、私は招待券をすぐに持ったわけですよ。そういうふうに、まあ、目標設定はねするんですけども、でもその目標設定変更があるかもなと思わなくちゃいけないと。そもそも生涯の賃金っていうのは、私はその40でネットビジネスを始めた時に全ての借金を返して家を買った瞬間にあと2億円だと思ってたんですよね。でもあれから数年経って、隠居してから数年経ってね、あと2億円どころじゃないなと思ったわけですよ。あと10億円ぐらいいるなと思ったんで8億円積みましたわけなんですよね。というのは自分の力量が上がってるからそのぐらい稼げてるだろうというところもあるし、世の中の情勢の変化、そして昨今のあれですね、感染症のおかげでグローバリゼーションが否定されたということで、海外に眠らせていた資金が私の資金としては無力化されてきたってことですよね。でプラス暗号通貨の資産が私のポートフォリオをかなり予想を超えて大きくなったんで、暗号通貨が現金ができなくなった時のことを考えれば、やっぱり、法定通貨を伸ばしていかないといけないなってことになったんですよね。このようにですね、状況っていうのは常に変化するんで、目標設定はどん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 変えていくんですよ。ただ目標設定、数値自体は変わるんですよね。いつまでにそれをしなければならないってことは変わるんですけども、でも私の決めた4つの指針は変わらないです。経済的な自由、時間的な自由、どこの組織も属さなくてバッシングを受けないように避け続けるってことですよね。この4つの指針っていうのはずっと変わらないわけなんですよ。で、何回聞かれても私はこれを答えるんですよね。で、目標の数値は変わりますよ。自分の経済的な自由っていうのはどのくらいかなと思ったら、毎月ですよ、毎月200万円前後の収入があることっていうのが前提なんですよ。でも毎月200万円前後の収入っていうのも自分の月間のランニングコストに消える分もあるし、それから将来への貯蓄に消える分もあるし、投資に消える分もあると。プラスこの1年半で子供も生まれたんで、子供のコストも積み増さないといけないということですよね。今ですら年間で200万円ぐらい子供に経費がかかります。そして年間で数百万の財をなさなくてはならないし、最近では両親にねあげている小遣いの量も変えてるわけなんですよ。そうなると出費ってのはまた膨らんでくるし、税金もまた高くなると。
社会保障費も収入に合わせて払う量が多くなるんで、やっぱりね、3年前に立てた目標、5年前に立てていた目標、10年前に立てていた目標とだいぶ変わりまして、その目標が変わったことに応じて私のビジネスをやるフィールドも変わってきましたね。で、全部変化なんですよ。全部変化なんだけども、自分の考え方と世の中の状況の変化、そして力量に応じてこれだけ変えていくんだよっていうこととかね、これ見せていかないといけないかなと思うんですよ、速稼塾の塾生さんにはね。で、速稼塾の塾生さんじゃない方にもこの変化し続ける、情報がどん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 私からの発信のね変わり続ける、そしてある時は A は B と言ってたものが実は A は C だってことが分かりましたってことを素直に表現して修正して認めていくってことね。で、こういうことを見せることによって塾生さんが目標を設定した時でも、あ、変更はあるんだとかね。山登りに例えると、登れば登るほど見えてくる景色って変わってくるわけですよね。そしたらいろんなことを変えないといけない。休憩のペースですとか天候の見方とかね、持ち物も変わっていきます。それから達成度も変わってきます。意欲も変わってきます。いろんなものが変わってきて、頂上に達した時に見える景色はまた変わってくると。プラス頂上に達した時に、あ、この頂上は新たなる山のふもとだったんだなということで、また装備を変えながらね、酸素マスクがいるかもしれないし、それから食料も新たに、持たなくてはならないかもしれないし、自分の体力がまた変わっていたり、コンディションが変わっていたら、それにつれてですね、また別のことをしなければならないということで、やっぱりね、目標がスッと答えられるとか、何をどう変更したのかってことを残していかないといけないのかなと思いますよね。ぐだぐだと申し上げましたけども、花屋のぼさんはね、本当はいろいろとお考えはあって、ちょっとね、いきなり YouTube で私が聞いたんで、そこの表現をパッと取ってこれなかっただけかもしれませんので、心配はしてないんですけども、自分のことを見てくれてる人がいる、自分の生徒がいる、お金をいただいて誰かにコンサルをしているときに、その指導者たるものが目標がないとかね、なんかいろいろと変更が難しいとか、ちょっとそういうことになっちゃうと本当についてくるのが不安になるんではないかなというふうに思うんで、私は何も迷わないし、いや、日々修正することは全然それはあり得ることだよと、むしろ日々修正せずにどうすると思っちゃったりしますね。でも到達するべき設定している、あ、違うの、目標設定していなければ、一体自分が今どこに進んでいるのか、遠ざかっているのか、近づいているのかすらわからないので、ちょっと危険だなと思いますよね。それは本当に行き詰まるどころか、行き詰まるなら私もね、行き詰まるってことは進んでいって、あ、ここは行き詰まりだったんだ、行き止まりだったんだ、もう戻ろうってなるから次があるんですけども、進んでいるような、なんか行き詰まりもないと、壁にも当たらないと、どうしましょうみたいなね、これはどこに向かうんだろうか、太平洋のど真ん中で泳いでるような感じですよね。やっぱりね、そこはかなり重要なんじゃないかなと思いますね。今回は別にね、説教してるわけじゃないんですけどもね、難しいというふうな表現を出しちゃうと、これはまずいなと思いますね。それは何々かという指示を出したときに、それは難しいですって言われることがあっても、自分から言うことじゃないかなと思いますね。仮にも何かを指導していたりするわけなら、解決できない問題はないという意識で臨まないといけないかなと思いますね。どんなこともね。で、たかだかお金のこと、しかもそのお金も莫大なお金をどうにかしようってわけじゃなくて、当面は月に30万とか50万とか100万ぐらいのレベルなんで、それは難しいというレベルで片付けるもんではなくて、できるというレベルで片付ける問題かなと。ここら辺を明確に表す言葉がないんですけどね。以前もお話しましたけども、自分一人で会社員をやっていないんだったら、雇われていないんだったら、月収100万を粗利益として上げるのは、それはスタートしてんだよってことですよね。やっぱりそこの中から税金払ったり保険があったりとか、
将来のためのリスクヘッジがあったりするわけですからね。やっぱりね、毎月30万50万で75までやるんだったらいいですよ。75まで30万50万稼ぎ続けて、それでやっていくんなら75ぐらいでリタイアしても残りの5年10年はなんとかやっていけるかもしれないですけども、いや、どっかでね、30の半ばとか遅くとも40代のうちにもうお金の心配とか時間の心配しなくていいよとかね、組織に属さなくてもやっていけるよとか、そこそこバッシング受けないように、正しくやってくれたよっていう風な、リタイアを望むなら、ファイアを望むなら、ちょっと今難しいっていう問題は早く処理した方がいいかなと思いますよね。難しいか、人を稼がせることってのは難しいってのがあり得るけど、ね、他の人の意欲になっちゃいますんでね、自分が稼ぐのは当たり前ということになってくるかなと。その要素として YouTube を使いこなしていくとかね、 YouTube から利益を叩き出すなんてのは一要素でしかないんでね、YouTube からもいくらとかね、他のコミュニティからもいくらとかね、音声配信からいくらとか、画像コミュニティからいくらとか、リアルからはいくらとかね、それからネットワークビジネスからいくらとか、そういう風になってくるんで、 YouTube ごときはちょっとね、ねじ伏せていきたいですね。利用規約変わったり、いろいろとペナルティ食らったりとかね、ありますけども、止めてらんないかなと、動きは止めてらんないかなってところですね。はい、じゃあちょっとね、もう一回まとめましょうか。目標設定、日々修正はありでございますそんな感じですかね。ドーンといきましょう。ドーンと最後はなんかふんわり終わっちゃいましたけどね。いってらっしゃい。